私は、朝からお風呂に入り髪の毛を乾かして配信をしております。5時半に起きました。眠たいです朝だからね、ちょっとあんまりうるさくしたらさ、みんな怒っちゃうかなと思って、ちょっと静かめに話したいと思います。ニュース読みそう、ほんと4時半、4時半ってやば、4時半。早いっしょ、早起きだよ、早起き、眠たいよもう眠たいよ、もう寝ちゃうよ。ひろちゃん来てみました、おはようございます。今朝ね、皆さんおはようございます。今朝のニュースです。今朝は朝ごはんが鮭でした。ママが焼いてました。まだ食べてないです。食べようか迷ってます、朝ごはんを。なんか昼ごはんを今日は食べたいから、朝ごはん食べたら昼ごはん食べれなくなるからどうしようかなと思ってます。いや寝たらあかん。日本の朝です。おはようございます皆さん。少し食べるじゃん。いいかな、青木が出てんだよな。だから代わりに食べたらダメです、やめろです。朝食べた、夜も全然持つ。私夜ご飯がいつも4時とかで、16時とかで、だから割と早めなんですよ。だから全然持つんですよ。そうなんです。昨日とかはだって朝ごはん食べて昼ごはん食べずに夜ごはん食べたんだけど、ご飯いつも食べてたご飯の半分ぐらいしか食べれなくて。そうなんです。朝ごはんは食べてね、頑張ります。朝はね食べれるんですよ。16時からなんです。早め、やだ、垂れ目、どうだろうね、垂れ目なのかな。でもよく言われる、16時が寝るまで持つのすごい。私まあお昼寝するからね、部屋のコバさん、ありがとう。でなんかね、最近食べれなくて、本当に夏バテかもしんないわ、マジで。見て、ネイルした、可愛くね、地爪にしました。地爪にネイルをしましたよ、可愛いです。足もしました、足は青です。寒色系です。だから広島つや消した、一応してるけど、でもまだ降るよ、まだ全然降る。だから多分来週あたりに開けてくれたらいいなとか思ってる。夏でも冷たい、高いもの食べるといいんだよ。お味噌汁は毎朝食べてます。お味噌汁飲まないと朝始まらなくないですか、日本人だから。日本人だからかは知らんけど、昨日さ夜の何時ぐらいまでたかな、言うて2時ぐらいまで第五人格して、パパに寝なさいよって言われて寝た。はい、おはよう。それだけやる、マジで、始まんないよ、無事で飲まなきゃ。はい、おはよう。そうなんです、2時ぐらいまで第五人格ひたすらしていい気分で寝ました。勝ったからね、ルンルンで寝てました。もうね、第五人格ってキャラと衣装とペットがなんか課金で買えるんですけど、今ね調香師の衣装が3つ、占い師の衣装が1つ、脳幹師の衣装が1つ、血の女王マリー様の衣装が1つ、
白黒模様の衣装が1つ、ペット2つ課金しました。寝不足でバテて寝る、気をつけてください。わかりました、バテないように気をつけます。超高所さんの掘り方動画見たけど、構成の掘り方かっこいいね。かっこいいよね。でまあね、課金した方が可愛いですから。一緒、睡眠時間が短いと免疫力が落ちるよ。ちゃんと寝ましょう。寝たよ、3時間も寝たよ。課金は貯金、やっぱ課金しただからしちゃうよね。でも課金税だから、初めてのゲームでも課金するから。ジェットバイジェット知ってるよ、 DVD でしょ、知ってるよ。一回だけやったことあるけど、貯金諦めて、諦めてないよ、まだあるよ。今週のやつも、今週も今日かお小遣いもらえるの、やらなきゃ、貯めよう。今日だよね、お小遣いも。今日31でしょ、うん、ウェーイ。あれよくやろう、うん、まあざっと言ったら、睡眠地獄、睡眠不足は学校で補う主義。それな、睡眠不足のそれ、四国放送の駅前ラジオネタかも。マジでそうなの。え、おはよう。ご使いで課金、イエスイエス。そうか、今日で7月も終わりなんか。終わりだよ、やだね。7月ってなんかめっちゃ好きなんだよね、ヒアの。なんか7月が一番ロマンティックな気がする。9月とかもロマンティックだけど、でも7月っていう響きが一番ロマンティックで好きです。意味は特にないです。ありがとうございます。七夕高いかな、なんだろうね、なんかめっちゃロマンティックな感じせん、なんか7月っていう響きとか。夏休み、まあ確かに夏休み、それもあるけどね、それもあるけど、10月が好きです。ヒアナも10月好き。自分が生まれた月ってやっぱ好きになるよね。秋ですよね。8月の僕の、およ、8月生まれなんだ。秋さ、美味しい食べ物たくさん、サンマ、栗、あと知らない。あと知らない。それはね、自分の生まれた月っていいよね。サンマ、栗、あと知らないっつって。でも秋になるとね、宮島すごい綺麗なんですよ。鹿とモミジってめちゃめちゃ合うじゃないですか。ね、合うじゃん。なんか日本って感じせん、鹿とモミジっていうタッグ。それに鳥居と海で最高じゃないか。サンマ全然取れるらしいじゃない。なんか言ってた学校の子も、なんかあのお魚がすごい好きな子がいて、めっちゃ落ち込んでるからどうしたのかなと思ったら、今年のサンマのなんとか率が低いみたいな感じで落ち込んでて、なんかすごい落ち込み方してるなと思いながら。去年鳥居がこいつ、そうなんですよね、去年はね、ちょっと鳥居が工事中だったんですけど、もう工事中でなくなったのかな、どうなんだろう、どうなんでしょうね。宮島の紅葉は綺麗、綺麗だよね、紅葉マジ綺麗なんですよ宮島。なんかあの木になってる、木になってる派葉っぱも綺麗なんですけど、なんか落ちてるもみじがめっちゃオレンジで、なんか絨毯みたいですごい綺麗なんです。下見ても上見ても横見ても。ぜひ秋の宮島行ってみてください。めちゃめちゃ綺麗だよ、バイだよバイ。秋行ったことないから行ってみたいね。秋行きたいね、部屋も行こう。紅葉狩りの季節になったらリッセンと行こうかな。
はよ、あや、はじめまして、はじめまして、はじめまして。ね、ぜひぜひ見てみてください。面白いな、面白くはないが綺麗だ、綺麗。あと3分ほんとじゃん。富山県は熊野古山に、熊野古道かな、熊野古道にある神社の紅葉がすごい。なんかさ、この話したことあるか分かんないんだけどさ、3分でできるかなと。なんかさ、もみじ、間違った、もみじじゃない、神社、なんか隠れ神社みたいなところに行ってみたくて、この前空港から帰ってくるとき、帰ってるときに今どの辺だろうと思ってマップ見たら、なんか神社がなんかちょうどなんか本当やめっちゃ山なんですよ。広島空港って山で、で私のお家方面にこうやってバスで帰ってるときに、なんかマップ見たら神社があって、え、何この神社と思って、その神社をね調べてみて、タップしたらなんか鳥居がポツンって一個だけ置いてあって、なんかすごい不思議な感じがしたの。だから友達とね行こうって話になって、行こうっていう話になってね、なんか神隠しに合うかなとか。でもさ、二人で行ったらさ、神隠しに合ってもどっちか一人ぐらいさ帰ってこれるんじゃねみたいな感じになってるからさ、そう、神隠しにあったら、でも二人だからどっちか一人ぐらい帰ってこれるから、帰ってこられた方が大人に言おうって神隠しに会いましたって言おう。めっちゃセミ鳴いてる、めっちゃセミ鳴いてるじゃん。そうそう、インスタが一緒だよね。そうだからね、友達と行こうねって話になってるんですよ、その神社に見つけた戦国時代したい。戦国時代にタイムスリップした織田信長の、あの織田信長をあの本能寺から救って、救いたい、大丈夫ですかってそしたら、あの織田信長の恩人ってことでしょ、やばくない、超名誉じゃん。隠された方はどうやっていきますか。神様にお願いする、返してください元の世界にっていう。作ったら明智光秀どうなるんだろうね、どうでしょうね。歴史それ歴史、おもり、あー、オリラン丸知ってる、知ってる、知ってる。あのお父さんの名前、お父さんの名前忘れたけど、森なんとかの長男の人だよね。歴史変わるね、歴史変わるよね。ヒアノが救って信長の恩人になって一生裕福に暮らすわ教科書の名前載るね、名前載っちゃうよ、キャー、奥本ヒアノが救いみたいな、明智光秀が倒れ、酒蔵見て、酒蔵ね、めっちゃ映えるよ、あそこ。インスタにも載ってるんですけれども、漏れてます、漏れますよ、あそこ、映える&漏れるみたいなぜひ行ってみてください。広島西条の方かな、西条の方にいつも通りパン屋さんに寄って、なんか酒蔵行こうってなって行ったんです。雨降ってた。パン屋見ると割と有名、広島県で美味しいパン屋さんランキングに入ってるぐらいです。いや、徳川家康好きなんですよね。織田信長よりどちらかといったら徳川家康の方が好きなんですよ、私はでも救うのは織田信長です、です。そう、家康が好きです、家の。それではそろそろ皆さん、ランキング発表の方をしたいと思います。お時間が近づいてまいりました。13位、コージ先輩、ありがとうございます。12位、エンヤさん、ありがとうございます。11位、ベルちゃん会長、ありがとうございます。11位、クちゃん、ありがとうございます。9位、ライチさん、ありがとうございます。8位、アイスカワイさん、ありがとうございます。7位、ダイちゃん、ありがとうございます。6位、ジョークスノーさん、ありがとうございます。5位、夢こぶちゃさん、ありがとうございます。4位、黒かきしろさん、ありがとうございます。3位、くましろさん、ありがとうございます。2位、ケンアパチさん、ありがとうございます。そして1位は、
ドゥルルルルルルドゥン、コバさんです。ありがとうございます。コバさんありがとう。95日目ということで、コバさん1ありがとうございます。はい、95日目、早いね。あと5日か。あと5日でもう100日だよ。早くね。徳川家康と豊臣秀吉どっちが好きですか？戦国武将で一番好きなのが徳川家康で、その次が石田三成で、その次が誰だろうな。かな。今からじゃ、ひのちゃんは今から頑張っていきたいと思います。皆さん応援しててください。しっかりね、もうマスク50ぐらいで、マスク50ぐらいにしていくわ。それでは皆様ありがとうございました。今日も一日頑張りまーしょう。ありがとうございました。バイバーイ。3 2 1 0、アデュー、バイバーイ。